1999年ヨーロッパグランプリは、1999年 F1 世界選手権第14戦として、1999年9月26日にニュルブルクリンクで開催された。近年まれに見る荒れた展開となったレースの一つ。リーダーが続々と入れ替わるなど、予想を大きく覆す結果となった。ドライバーズタイトル争いは、 参戦を残した時点で、ミカハッキネンとエディアーバインが60ポイントで並び、次いで、フレンツェンが50ポイント、デビッド・クルサードが48ポイントと接戦の状態となっていた。予選は、濡れた路面が乾いていく状況で、ベストタイムが更新されていく中、前線イタリア GP でシーズン2勝目を飾った、ハインツ・ハラルド・フレンツェンが、ポールポジションを獲得。 上段チームとしては1994年、ベルギー GP 以来となる2度目のポールポジションであり、無限ホンダとしては、初めてのポールポジションである。8期年は連続ポール獲得が6でストップした。決勝レースは予想し得ない大荒れの展開を要して、行くこととなる。まず、フォーメーションラップ直前、ミナルディのマルクジェネが動くことができず、ディレイとなるが、 多くのドライバーがこれに気づかずにスタート仕掛けてしまう。その後エクストラフォーメーションラップが実施された。二度目のスタートは、届こりなく切られたものの、一周目の一コーナーで、ジョーダンのデーモンヒルが電気系トラブルにより突然、スローダウン。それをかわそうとステアリングを右に切ったアレクサンダー、ブルーズが、すぐ横を通っていたペドロ・ディニスに激突し、ディニスのマシンは激しく横転しながら、 グラベルへ飛び出した。マシンは裏返った状態で停止し、ドライバーの頭部を保護する目的のロールバーが潰れており、救出の際にマシンがブルーシートで覆われたためディニスの安否が気遣われたが、幸いにも彼に怪我はなかった。この事故により、セーフティーカーが先導する形となった。レース再開後、17周目に雨が降り始めるが、ここで、 フェラーリのピットに大混乱が発生する。はじめにアーバインがピットインする予定だったが、急遽ミカサロへ変更。しかしすでにアーバイン用のレインタイヤを準備していたピットクルーは作業に手間取りピットアウトに38秒もかかってしまった。次の週にアーバインもピットへ向かうがドライタイヤを要求したためピットクルーがさらに混乱。 右リアタイヤが見つからないという失態を演じ、こちらも28秒という多大な時間を使ってしまった。フレンツェン、クルサード、ラルフ・シューマイハという3名の戦闘集団がリードする。一方、レインタイヤを履いていたハッキネ年は、雨が一旦止んだため大きく後退し、ドライタイヤへ戻した頃には、周回遅れにされてしまった。33週目。 トップのフレンツェンと2番手走行中のクルサードが同時にピットイン。フレンツェンは素早いピット作業でトップのままコースに復帰したが電気系のトラブルによって1コーナーの先でストップ。これによりトップにはクルサードが立つこととなった。35周目に再び雨が降り出し38周目にドライタイヤのままで走行していたクルサードがコースオフしてノーズから タイヤバリアに激突、リタイアとなった。このクラッシュにより、今度は、ラルフ・シューマッハが、母国の完成のもとトップに立ち初優勝も見える、状態となる。44周目にラルフは、タイヤ交換のためピットイン。十分なマージンは気づいていたと思われたが、ベネトンのジャンカルロフィジケラとスチュワートのジョニー・ハーバートに、かわされ3番手に落ちてしまった。 46周目に今度はハーバートがピットインし、ラルフとの順位は入れ替わった。波乱はやまず、49周目にフィジケラのプロテクターが脱落、バランスを崩したままスピンし、グラベルに捕まったことで無念のリタイアとなる。初優勝を逃したフィジケラは、マシンを降りるとがっくりと頭を垂れた。これで、ラルフが再びトップに立ったが、フィジケラがリタイアした。 同一周に突然右リアタイヤがバースト。グラベルに飛び出しながらも三輪でコースへ復帰したが初優勝の可能性は絶たれた。ラルフに代わってトップに立ったハーバートはタイヤ交換の後判断により予選14位からここまで浮上してきた。その後方では2位アルノトゥルーリーと3位ルーベンス・バリチェロのバトルが白熱する。54周目、非りな。 ミナルディのマシンで4人より競争していたルカ・バドエルがギアボックストラブルによりリタイア。マシンにすがりついて泣くバドエルの姿が国際映像でも捉えられた。チャンピオンを争うハッキネンとアーバインは終始ポイント圏外での戦いを続けていたが、徐々に順位を上げていき終盤には入賞争いを展開するようになる。その後は大きな波乱はなく、 ハーバートが1995年、イタリアグランプリ以来日に4年ぶりとなる3勝目、またスチュワートグランプリにとって、最初で最後の優勝を果たした。ニートゥルーリは、初表彰台。3位に、バリチェロが入り、スチュワートは1から3フィニッシュを達成した。4位に健闘を見せたラルフ・シューマッハ、5位に、ハッキネン、6位には、バドエルのチームメイト。 ジェネが初入賞を飾った。アーバインは7位となりポイント獲得はならなかった。この結果、ドライバーズポイントはハッキネンが62点、アーバインが60点と、わずかにハッキネンがリードする状態で、次戦マレーシア GP へと向かうことになった。ありがとうございます。